皆さん、ご視聴ありがとうございます。リーフチャンネルです。これこの間ね導入したスマトラタイガー。これ水きれいになってね、ちょっと顔出してるような感じですけど、あとまたね、ちょっと私の悪い癖でね、どうしてもね、ちょっと入れたかった魚いて、ちょっとあのやっぱりね水戸市のともにいてね、悩んで、でまあね結構あの私頻繁に行ってるんで、まあ少し話ができるっていうか、まあ、あの知ってるちょっと店員さんいて、店員さんと、話して悩んだ挙句購入しようと。ただやっぱりね同じ肉食魚なんでね、まあ今後事故が起きるかどうするどうなるか、これ自己責任、まあ私の責任です、全てね、何かがあったら、まあなんですけれども、ちょっとこの水槽にちょっとお迎えしたいなと思います。はい、これねまあいつもグランステージさんちょっとお世話になる、まあともにさんですね、お世話になってますけど、もう水戸市このぐらいしかないんでね、熱帯魚屋さん、まあね、ちょっと足を運べばありますけども、なかなかね種類も豊富ですしね、最近はお値段もねかなりリーズナブルで、ちょっとネットよりね安いものもあってね、かなりアクアリストとしては、助かってるところなんですけど、こういう風にね紙袋に入れてくれるんですね。で、この紙袋をちょっと開けますね。そうすると、今回の、はい、ちょっと暴れれます。ほら、わかるかな？わかる人にはわかるかな？これね、ちっちゃいですよ。まだ10センチちょっとないぐらいなんですけど、私ね、ちょっとね、釣りといえばブラックバス。ほら、ブラックバスの釣りがね、私一時期ハマってね、毎日のようにちょっと朝、会社行く前にね、ちょっと釣り行ってた時あったんですけど、これね、ブラックバスじゃないですよ。これ。キクラもいろんな種類いてね、これケルベリーです。ケルベリーのまだ子供ですね。ケルベリーってね、まあケルベリーっていうかキクラってね結構大きくなるみたいです。前にねオーストラリアンバラムンディちょっと2匹ね飼育してて、やっぱ1ヶ月2ヶ月で大きくなって、ちょっとこれ他の魚やられるぞと思って、まあ手放したんですけどね、今回もちょっとこれ成長多分結構早い方だと言われてきました。あとは餌ですね、餌のやり方で、まあ、成長スピード制御できるかっていうところなんですけど、まあこれねどうしてもちょっと欲しかったんで買っちゃいました、お迎えしちゃいました、ごめんなさい。ちょっとねポリプもなんだろう、アンソルギーとかラプラティデルヘジあたりは口をね目いっぱい開けると、ちょっとこれ口の中ギリギリ入るか入らないかってとこなんですけど、おそらくねこいつ早いんでね動きが、だから
うまく逃げることはできると思います。あとはね、ダトニオ、スマトラタイガーといざこざが起きなければいいなって感じですね。まあ種類違うんでね、あとスマトラタイガーの方が大きいんでおそらく大丈夫かなと思います。でも、自己責任です。なんかあったらごめんなさい。でもとりあえずちょっとこのキクラ、まあどれでもいいっていうわけじゃなかったですけど、やっぱりちょっとねキクラってちょっと育ててみたかったんで、ちょっとねこの混泳水槽の中に今から水合わせをして入れたいと思います。じゃあ今回もね、よろしくお願いします。まあまずはね、まあ私のYouTube の動画いつも見ていただいている方ですと、もういつものことだと言われますが、まあ水面にこの袋ごとね浮かべて、まず水温合わせをします。ちょっとね水替えをやったばっかりなんで水温ちょっと低めです。今ね26度、まあこれでもね普通に飼育してる人からすれば正常値なんですけどね、うちはやっぱり白癬病とかねちょっと予防するのにちょっと高め29度ぐらいで設定してます。だから白癬になってもね結構簡単に治っちゃいます。で今いるこの水槽の中にいる魚たちはみんな丈夫な魚です。なので白癬になっても体力があれば自然治癒でそのままほったらかしで治っちゃいますね。なので私この今いる魚たちは白癬になっても治療したことはありません。白癬病の治療でちょっと大変だったなっていうのはやっぱり2年ぐらい前にやっぱりやっていた海水魚ですね。海水魚も隠れクマノミああいうものを、まあ簡単なものをね飼育してれば別なんですけども、私結構難しい薬効をね飼育してて、で緑石の水槽で、薬効ということでスマトラタイガーがねこのケルベリーを威嚇してます。まだ水槽の中浮かべてるだけなのにねバチバチしてますよこの2匹。まあバチバチっていうか勝手にスマトラタイガーが気にしてるだけなんですけどね。ほらまた寄ってきました。まあ餌にしてはね口入んないですからまだスマトラタイガーの。ただちょっとポリプだけがね怖いですけどね。よしあともうちょっとだね、もうちょっと水温合わせします。じゃあねそろそろまあ30分ぐらい経ったんで一応ここから袋開けてねまあ水合わせしていきたいと思います。
いや、なかなか出ないっすね、これ。ちょっと傾いてきちゃったけど、出るかな。お、体半分。お、出ました。ちょっと20分ぐらいかかりましたね。これがキクラケルベリー。ゲオたちとね、こうやってね、軍営っていうわけじゃないけど一緒にいますね。どうだろうな、餌食べてくれるかな。まあ最初はね、ちょっと赤虫をやって様子を見つつ、できれば、カーニバル、まあクリルあたりで食べてくれるといいなと思ってます。ではね、今回の動画はキクラケルベリーのねお迎え動画でした。今回もご視聴ありがとうございました。ではまた。